ささみやラジオ。どうも、テレビアニメ佐々木と宮の佐々木襲名役の白井雄介です。そしてこの方、今回はリモートで出演です。宮野義和役の斉藤相馬です。お願いします。イエーイイエイイエイ。まああのね、相馬くんも一応復帰はしてるけど、復帰直後ということなので、はい、まあ念のためリモートでの出演ということになりましたけれども、はい、大丈夫？いや本当に、うん、もうご迷惑をおかけして申し訳ないです。全然そんなそんな、もう体調的には全然大丈夫なんですけど、うん、一応今回ちょっと念のためリモートで参加させてもらいますが、ちょっとね、はい、リモートはリモートでどんな感じになるのか、うん、今だから家ってことだよね。家ですね、だから、うん、はい、もしあれトイレ行きたくなったらいつも行っていいからうん、その時だけちょっとマイクミュートにするのだけ忘れずに、うん、あ、そうだね、うん、大丈夫でしょ、だってトイレまで20メートルぐらいあるでしょ、だってどんな家すんだねなんでちょっといつもと違うんですけど、それをちょっと楽しみながら、ね、やっていこうと思います。これ YouTube だったらそんなに気にならない気がするけどね、別に。そうね、うん、逆にちょっとなんかまた普段と違う、こうなんだろう、うん、若干プライベート感みたいな。あー、確かにちょっとリラックス、うんうんうん、家からのお届けってこともあって、なんでやっていこうと思うんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて世間はもうすぐバレンタインですけれども、この番組をお聞きの皆さんはね、チョコレートとか買ったり作ったりしているでしょうか。どうでしょうか。僕はチョコレートはいらないですはい、佐々木と宮野的にはね、クリスマスケーキも展開したプリロールさんからなんとバレンタイン限定商品が出ているそうなので、きっとねそちらをご用意している方も多いかと思いますが、もう一つ忘れてはいけないのが2月22日みやちゃんの誕生日です。おめでとう。ね、にゃんにゃんにゃんの日でね、いや、みゃーみゃーみゃーの日かな、うん、でプリロールさんではもちろんみやちゃんのバースデーケーキも販売中でございます。んみんなでね一緒にみやちゃんの誕生日を祝いましょう、そしてアニメートではみやのバースデーフェアが2月19日から始まります。期間限定グッズはアニメート池袋だけでなく通販でも買えるそうなので、ぜひチェックしてみてください。ということで、あれだよね、バレンタインの話はもう放送したよね、確かアニメではかな、チョコ渡してたもん、はいはいはい、うん、そうそう、で佐々木が「いや30個って」みたいな誰だよそんなの始めたやつみたいな、また悶々としてますけれどもね、いやちょっとなんかいいですよね、ああいうちょっと全然「あそうなんだ」みたいな言っといて内心めちゃくちゃ動揺してるみたいなね、まあ、ね、学生時代のバレンタインって、ね、いやそう、学生時代のバレンタインなんであんな無駄にドキドキしたんだろう、全然もらわないのに。そうよね、なんか本当だから、うん、白井くんも言ってたけど、うん、あー別に今日って、うん、なんかあるんですかみたいな空気感でさ、うん、いるけど割とやっぱそわそわしちゃうよね、なんか学生ならではのね、うん、やつかもしれないけども、うん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 、まあ僕はチョコはいらないので、はい、皆さんそうですね、僕も普段甘いの全然食べないので、あ、そうだよね、チョコ食べたい時はね自分でこう、まあ、そうそうそう、ね、うん、全然ね買えますから大丈夫ですよ、はいさあそしてまあ、はい、アニメの方でもまあもうだから5話もう放送されてっていうことだから、もうどんどんだから2人の距離感もね縮まってきていると思いますけれども、うんうん、そんなアニメの感想を、いただいてますんでね、じゃあ普通オタ早速紹介していきましょうかね、はい、じゃあ相馬お願いします。はい、まずはとももさんからのお便りです。ありがとうございます。とうとうアニメが始まり3話まで見ました、うん、待ちに待っていたのに始まると早くてもう終わるのが寂しくなっています、うん、はいはい、佐々木先輩はかっこいいのに中身は乙女で可愛いし、みや、うん、ちゃんは可愛いのに中身男前な感じですし、はい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 、どっちも可愛いし、うん、どっちもかっこいい、ささみは最高です。あー、まさしくそれだね、その通りだね、うんうんうん、そうなんだよな、みやちゃん意外と中身結構ね肝が据わってるというか、そうね、うん、割とサバサバしてる部分もあるし、うんね、それがなんかいいよね、その、うん、なんかテンプレなキャラ作りではないっていうところがさ、はいはいはい、お互いね見た目とのギャップがあって、いやでもそっか、だからまあ5話って考えるとぼちぼち折り返しにもう来てるってことか、いや、いや
早いよ。こうね、収録は割とその長い期間をかけて丁寧に、ね、あ、そうだね、前もってね、イメージありますけど、うん、始まっちゃうとあっという間だよね。本当だね。何でもまあそうだけど、うん、うん、まあでもね、まだまだ7はありますから、はい、まだね、そうそうそう、もう青春これからこれからなんていつ始めたっていいですから。あ、いいこと、そうですよ、そんなことはもう、うん、そうだから今から見てもいいよ。そうですよね。まだ間に合いますから。まだ間に合いますから。はい。いつも見返せますからね。はい、うんうん。続きまして、ワンバターさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。白井さんが出演されていらっしゃるということで、ささみわラジオを拝聴させていただいたのですが、とても素敵な番組なので、アニメも拝見いたしました。おお。ありがとうございます。ありがとう。第1話の佐々木くんと宮野くんの出会いから、日々の生活の中でふと想起されるし、心動かされた場面の描写、感情の揺れ動く様が丁寧に描かれていました。誰かを大切に思うことの素晴らしさが詰まった作品ですね。娘は斉藤さんのファンなので、おすすめしたところ非常に癒されておりました。今後も娘と共に応援させていただきます。お、何そのバランスのいい母子、嬉しい。いや本当だね。へえ、確かに。でもそのご家族とかさ、うんうん、本当にいろんなこうコミュニティの方に見てほしいですよね。あ、確かにそうだね、うん、なんかちょっと誰しもちょっとなんかこう思い出されるあの青春時代の学生時代のなんかね、ちょっと甘酸っぱい思い出とかがふっとこう蘇、うん、らせてくれるよね、この作品を見ると。うん、ね、うん、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、ではもう一通、水筒さんからいただきました、はい、ありがとうございます。最近寒すぎて動く気力が湧きません。え、お二人は寒い時どうやって体を温めていますか？短っ。なんかシンプル、急にシンプルな普通マジで普通おたきたな急に。まあ、書いてありますけど、うん、家でのね、こう暖房事情とか、まあ、洋服事情とか、 あと寝具、うん、寝る時の工夫とか食べ物、寒い時だけやることとかとか、いろいろありますかって話だけど、まあ、うん、そもそも、まあ、白井くんね、長野出身で、うん、あ、そうですよ。長野っつったら寒いよね。だっていや山梨もまあまあ寒くない？あ、そうそうそう、うん、俺らやっぱね、だから長野山梨だから、うん、割と俺は寒いの結構得意なタイプなんだけど。いや俺もそうなんだよね。あ、そうなんだ、うん、全然得意。じゃあ、まあ、その、うん、好き嫌いはともかくとして、季節として夏と冬どっちが得意かって言ったら冬の方が得意なの、うん、もう150冬だよ。あ、一緒だわ。いやそうそうそう、わかる、圧倒的に。そうだね。だから特別、じゃあ逆にその暖を取るために何かっていうほどでもないのか、うんうん、床暖房それも家次第だね。いや、わかる。でも床暖房ある家住んだことありますけど、めちゃくちゃ便利だよね。すっごいよね。ね。むしろだからその床暖房あったらさ、うん、エアコンとかもそのよっぽどね、寒い時じゃないとさ、そうなんだ、ぐらいだよね。床にへばりついてればいいんだもんな。基本的には。これはマジで共感しかないな。いや、ほんとそうだよね。そうだよね。逆にじゃあその暑い時はどうしてる？夏？うん、もうだからなるべく服を脱いで、うん、まあ、エアコンに頼るしかないよね、ここはね。結構じゃああれですか、うん、1年の中で早めの時期からエアコン使い始める、うん、割と使うかもしんないね。全く一緒だわ、うん、いやほらさ、実家にいた頃は、うん、てかやっぱ中の山梨って、まあ、場所にもよると思うけど、夏でも割と涼しかったりするんだよ、朝とか夜とかね。確かに。うん。だからうち実家エアコンないし。え、マジ？うん、いやマジマジマジ。へえ。それで過ごしてたから、だから本当にだからこの暑いストップシティ東京は暑いなと思いますよ本当に。確かに。またね、うん、その地元、まあ暑さも寒さもだけど、うん、ちょっとその地元にいた時とはまた違う感じがあるよね。いや、そうなんだよね。人工的な暑さというかね。うん、確かに確かに。うん、じゃあ、うん、水筒さんへの答えとしては、はい、床暖のある家に住む。床暖。まあ、なかなかね、その、まあ、そんなもう身も蓋もないね。いや、でも、床暖つける代わりにエアコンそんな使わなくてもいいから、確かにね。結構ね、そんなにあれじゃないですか、コスト的には変わんない気もするけどね。トントンぐらいなのかな、光熱費は。気がしますけどね、うん、はい、ちょっとご検討くださいませ。はい、ということで皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。続いてはこのコーナー、クイズ学生生活のあれこれ。
番組に届いた皆さんの学生時代の特別な思い出をクイズにして出題するこのコーナーです。答えを考える時間は10秒、頭に浮かんだ答えをどんどん言っていきましょうということで、じゃあソーマから問題出題をお願いいたします。はい、夏みっつさんの中学校では、女子が制服を着る際につける赤いリボンをある食べ物の名前で呼んでいました。赤いリボン、それは何でしょうか。いや普通いちごとかなのかな、赤いから。でもでもね、近い近い、近い感じ、うん、割と見た感じ赤いなって感じのやつで、赤いトマト、リンゴ、もうちょっとね、可愛さよりもね、渋い系かもしれない、ね、渋い、イチジク、ザクロ、ザクロ、そうだ、果物じゃないかもな、果物じゃない、いちご、いちご、果物か野菜か論争みたいな、パプリカ、パプリカ、違う、トマト、パプリカでも近づいてる、近づいてる、スイカ、パプリカ近い、パプリカが近い、あのね、元々の色っていうよりは、その色に染めてる感じ、あ、わかった、わかった、カニ、カニ、カニ、違います。茹でたら赤くなる、はい、ということで、でも、はい、リボンカニっぽくない？今思ったんだけど、確かにね、それも俺としては正解にしてあげたいんだけど、これでもね、結構びっくりするかもしれない、じゃあ正解いきましょうか、夏みつさんの中学校では、女子が制服を着る際につける赤いリボンをなんと紅生姜と呼んでいたそうです。なるほどね、確かに色的にはね、まあまあ、あとね、その多分刻む前のあの一枚状態の紅生姜がまあリボンっぽいかもしれないですけども、はい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 、夏みつさんのメッセージによると、なぜか紅生姜と呼ばれていました、生徒同士で紅生姜忘れた、紅生姜持ってないなどと言っていましたという。でも紅生姜ってなるともう刻まれてるもんね、ちょっと、まあまあまあ、細い、ね、線状にさ、けどその、刻む前のね、やつもその関西とかだとさ、よく紅生姜天みたいな感じで、あー、なるほどね、そうそう、一枚のペラのやつあるから、あれはまあリボンっぽいかもね、あれリボンっぽいか、なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちなみに僕は紅生姜は、牛丼とか、焼きそばとかにある場合は、避けて食べます。あ、苦手なんだ。苦手じゃないんだけど、一緒に食べる必要はないなって思うんです、じゃあ紅生姜食べる瞬間は単体で行くってこと、先に紅生姜だけ食べる。あいつ邪魔するから、あいつは味を邪魔する。なるほどなるほど、あの牛丼は牛丼、紅生姜は紅生姜の方が、そうそう、っていう派でタイプですね僕は。へえ、ちなみに僕紅生姜大好きなんですよ。うわー、敵だ。もうだからいい、俺が食べるわ、じゃあ紅生姜あげるよ、ください、本当に。わかった、今度ご飯行った時にじゃあオッケー、紅生姜あげるよ。お願いします。はい、じゃ続いては僕からの出題です。はい、はい、リオさんが通っていた中学校ではお昼休みと午後の授業の間にあることをする時間が設けられていました。さて、それは何だったのでしょうか。いやー、これ当てちゃうよ。え、昼寝。はい、正解。ねえ、なんで当たっちゃうかな。いやいやいや、まあまず思い浮かぶものかもしれない、確かに、まあ、お昼のね、ね、そうだよね。ちょっとじゃあメッセージありますか。あ、メッセージね、給食を食べ、お昼休みの後、シエスタタイムというお昼寝がありました。シエスタ、これは生徒会で決まったことで、午後の授業で眠くなってしまう人がいるため集中できるようにと始まったものだそうです、寝る人もいれば先生に気づかれないように喋っている人もいました。私は家の仕事が新聞屋で、朝刊配達のため早起きしていて眠いので、お昼寝タイムはしっかり寝ていましたということで。あー、そうか、これだ、高校、中学高校とかでってことだもんね。まあ、でもよく言うよね、その15分未満ぐらい仮眠取るとすっきりするなんてね、言いますけど、よく俺も高校の時かな、別にそのシエスタタイムはなかったけど、なんかその自主的に、セルフシエスタ、セルフシエスタ、まあいたね。そうなんだ、お昼休み。なんかこれどう、白井くんってその5分とか寝れるタイプ。もうだ、それ寝落ちした時じゃない、寝つきいいんだっけ、俺マジすぐ寝る。あー、でも確かにあのすって見ると一瞬寝てる時あるよね、どこ、いつでだよ。あのさ、ほら、え、例えばそのリハーサルの休憩時間とかイベントの間の時間とかさ、そうそうそう、時間ある時にね、
れ羨ましいんだよ。俺ほんとなんかちょっと寝るってのができなくて、うん、え本当に俺もだから最近のちょっとねタイムは、うん、あのメイクさんにメイクしてもらってる時寝ちゃうんだよね。まあ逆にねその変にこうスマホ見てたりとかさ、うん、しないでこう微動だにしてない方がもしかしたらメイクしやすいかもしれないですしね、うん、いやでもめちゃくちゃもう頭、うん、頭がもうカクンカクンってなるからめちゃくちゃ頭で抑えられる手で抑えられるんだよ。あでもそれを感じてなんとなくあ修正されてると思うんだけどでもちょっと寝ちゃうんだよね。あまあまあねやっぱりそのヘアメイクしていただくときマッサージとかもね、まあ、してくれるから、ね、気持ちよくてみたいなのもあるかもですけど、そのまま寝ようと思って寝ないと寝れないんだ。そうなのよね。はいはいはい、まあ、ある意味便利だと思うけどね。まあ、なんか変な時に寝ちゃうみたいなことは確かにあんまりはないかもしれないけど。じゃあアフレコ中とか寝たこと一切ないんだ。まあがっつり寝たことでもやっぱその疲れててとかさ、うとうとしちゃうとかね、ってことは全然あるけどね。もう座るかね待機中ね。そうなんだ、ね、あとやっぱそのみんなさ、うん、そのいろんな声の方いらっしゃいますけど、いいフォルマントのこう音がさ響いてくるからさ、あまあね癒されるよね。それもちょっと、うんうん、やっぱ体がこう心地よくなっちゃうみたいな。なるほど確かにな、うん、それでもあると思う、ね、うんうんうん、はい、はい、皆さんもだからねちょっとあの疲れた時はちょっと仮眠してね、うん、シエスタをねシエスタをして頭すっきりしましょう。はい、はい、ということで皆さんたくさんのクイズありがとうございました。以上クイズ学生生活のあれこれでした。さてさて続いてのコーナーはこちらです。完全にただののろけですが聞いてください。続いては皆さんからの行き場のないのろけ話いきましょう、はい、まずは、みーてゃんさんからのお便りです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうすぐ付き合って5年になる彼氏の話です。彼は基本クールで一緒にいてもお互い別のことをしたりしているのでよく友達に付き合ってるんだよねと確認されるほどです。そんなある日私がソファーの上でササミアラジオを聞きながら大爆笑していると彼氏が目の前に座ってきてこう出れてきたのです。ササミアもいいけど俺にも構って。あまりに珍しいことだったので動画撮っておけばよかったと後悔しました。そんな可愛い彼氏と一緒に本日もササミアラジオ楽しく聞かせてもらってます。あら何にほんいいのろけじゃない。本物のやついただきましたね。純度のあるのろけですねこれはね、うん、あでもこの普段ねクールな人こそね、うん、マックデレみたいなさ、はい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 、うん、こうちょっとねふとした時にデレッとするとまあ可愛いですよね、うん、それは嬉しいですよね、うんうん、いやいやこれはもう先生に漫画描いてほしいですね、うん、あ確かにこの漫画ね、うんね、すぐ先生に漫画描かせようとするじゃん。自分がね、自分が描ければ描きたいんだけど、うん、いやまあね、その才能はないから能力はね、うん、いやでも可愛らしい、ありがとうございますね。ちょっとまたこれもだから一緒に聞いてるのかな、あ、ね、微笑ましいですね。これからも仲良くます、はい、ね、お願いします。じゃあ続いて、トムクマさんからのお便りです。ありがとうございま す。私ののろけを聞いてください。いいよ。アニメ佐々木と宮の第1回の放映の時のこと、うん、家族には随分前から一人で堪能したいから早く寝てねと言っていました。うん、当日放映が始まる10分前になっても小学5年の娘がテレビで YouTube を見ていたので、うん、譲ってと声をかけると娘はすんなりと譲ってくれ楽しんでねと言いながらこの部屋に行きました。大人じゃん。いい子。しかもこの楽しんでねにハートついてますから。本当だ。ちゃんと分かってたんだ。ねなんか、うん、子供ってさ、うん、変な言い方だけど子供って大人だよねすごい。ああだからそうだね。なんか自分たちってか大人目線、大人ってか我々が思っている以上にしっかりしてるんだね。うん、だからなんかさ、うん、その俺らがその、うん、まあ大人というかその年をね、うん、重ねた目線でこうちょっとこの話しても分かんないんじゃないかなとか、はい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 、っていうのって意外と俺ら多分子供の時さ、うん、こう大人ってなんでこんなに回りくどいこと言ってくるんだろうみたいなっ
でも年取ってから分かるけど、それってある意味こう丁寧に説明しようと思って大人も言ってるんだけど、意外と子供普通に理解してるみたいなことあるのかもね。なるほどね、うん、いやーなんかね、なんかちょっと前もね、こういうあの子供お子さんの話とかあったけど、うんうん、みんなちゃんと知ってるというか。確かに、うん、いやでもこれはキュンってするよね、こんな。いやするよね、言われたらね。うん、いいじゃないですか。今度一緒に見てもいいんじゃない。思った今、同じこと思った、うん、そうだよね。うん、まあ、ちょっと遅いけどね時間ね。一回まずそのリアタイをトムクマさんを一人で楽しんでいただいて、うん、でもう一回次はね、うん、娘さんと一緒にっていうのはいいかもね。そうだね、だからうんうん、昼間とかね、配信で見返すとかね、うんうんうん、それはありかもしれないね。いいなね、微笑ましい。ありがとうございます。はい、続きまして青い屋さんのお便りです。ありがとうございます。ペットではないのですが、私は家によくいるアダンソンハエトリという蜘蛛がすごく好きで、うん、ふと壁を見るとその蜘蛛がいたので近くに行き眺めていたら手に乗ってきてくれて、ものすごく嬉しかったという出来事がありました。私の周りは蜘蛛が苦手な方が多いので、あまり人に分かってもらえない喜びではないかなと思いました。俺らというか我々もこのアダンソンハエトリはおそらくまあメニューしたことがあるだろうってことなんだ。あるんだろうね、うん、ちょっと検索してみようかな。アダンソン、これか。あ、このこれです、リモートならではのところ。スタジオじゃないからこうスマホ操作できる。どう、アダンソンハエトリ。いや、まあ、見たことあるっちゃあるかもしんないけど、うん、黒い感じ。そうね、結構ね、うん、つぶらな瞳してますね。あ、そんなドアップで。うん、まあそうなんだ。アダンソン、なんかさ、よく、うん、言う話でさ、はいはいはい、クモみたいな、その足がいっぱいある生き物が怖いっていう人と、うん、はい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 、蛇みたいなね、こうニョロニョロっとしたのが怖いっていうのが、その潜在的にどっちが怖いかっていうのが、その遺伝子に刷り込まれてるみたいな話あるじゃん。どっちか、どっち、俺、うん、どっちも別に。あ、大丈夫なんだ。もともとそのやっぱ地元にいた時って虫とかその動物とかって結構身近だったの？いや、身近身近、もう そうよね、いっぱい虫取ったりとかしてたし、うんうんうん、動物とかもね、そこムカデとかね、ムカデじゃない、トカゲとか結構違う、ムカデ取ってるって言ったから今なかなかすごいなって思って。いやでもムカデも別に触れ合えますよ。あ、うん、逆にじゃあ白井くんがそのこれ怖いなっていうのってあるの？うん、いやただね、やっぱゴキブリだけは あの長野ではいなかったんで。あ、寒いから。そう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 、はあはあはあ、だからもう東京に出てきて初めましてだったんで、ちょっと道すぎてそのよく言うね、そのだから北海道とかその寒いところの人はね、そうそうそう、うん、知識でしか知らないから。いや、逆に別に怖くない人もいるって聞くけど、うん、あ、はい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 。いや俺はなんかちょっとね、だびっくりしちゃって、ちょっとこれが例のあれかっていう、うん、あれかっていうな、みんなが恐れているっていう、うん、なんか刷り込みみたいなのもあって。そっか、そう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 、いや結構びっくりしちゃってたから。俊敏だしね、そうなんだよ ね、 あの動きが ねまたあれなのかもしれないね。確かにな、うん、いやそうだね。ソーマは何、 どっちが苦手なの？どっちかって言うと、うん、雲の方が苦手かな。あ、多脚、うん、多脚の方が苦手かもで、うん、俺も一緒で、やっぱ子供の時本当にこう、うん、山遊びに行ったりとかさ、うん、昆虫採集したりとか、うん、田んぼで遊んだりみたいなことばっかしてたんだけど、やっぱいつからだろう、中学か高校ぐらいからもう全部、うん、虫もダメだし、うん、動物も怖い、動物もなっちゃったんだよね。なんだろうな、あいつら俺を嘲笑ってるんじゃないかっていう。急になんで、どうしたの、なんか動物って結構さ、うん、その相手の語尾とかを見抜くわけじゃない、うん、察知するね。そうだね、だ結構自分がその怖がってるのを、うん、るから、逆にその友達んちの例えばワンちゃんとかがさ、うん、とか、まあ、猫が多かったかな、すごい寄ってくんだよね、うん、逆に。あ、へえ、なんかこいつビビってんぞみたいな。あ、なるほど。そうそう、で、うん、取って取ってみたいな感じだったけど、それがあれなんだ、ダメだったんだ。
そうね。だ虫はもう本当に、なんで、え、白井くん別に今も虫大丈夫なの？今もまあ、ゴキブリ以外は。マジかな。だなんかでダメになっちゃったんだよな、虫。そっか。だからもう、うん、昔だったらね、その山とか行ってさ、わ、カブトムシだとか言って、素手で捕まえたりとかしてたじゃん。うん。もう絶対無理だね。あ、本当。もう絶対無理。そっか。なんだろうね。でも、カニも似たようなもんじゃない言ってみたら。多客な面から、ね、確かに、うん、だからそうでしょ、もしカニがさ、陸にいたら多分、ダメだったと思うわ。本当？わかんないけど。じゃあ今度ちょっとヤシガニ食べてみるじゃん。ヤシガニ、うん、今ちょっとよぎってしまった。いやー、でもそっか、ちょっと最後の最後にカニをすり込まれてしまったな。うん、ああ、ごめんね、ちょっと。大好きな、いや全然大好きなカニを。もしかしたらでもね、うん、一回今度カニ食べたら多客好きになるかもしれないから。いやそうだよ、うん、いや虫だと思って食べたらいいから。逆にやばいやばい、ダメだダメだダメ、ひどい、逆光が逆光が。まあ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 、ね、今度カニ食べに行きましょう。ぜひぜひお願いします。その時は紅生姜あげますんでね。はい、お後がよろしいよ。はい、ということで以上、完全にただののろけですが聞いてくださいでした。ここで佐々木と宮野の原作情報をお届けします。佐々木と宮野のコミック8巻現在発売中です。そして5ヶ月連続刊行第3弾平野と鍵浦3巻は2月26日発売です。そしてそしてコミックジーン3月号の表紙はなんと平野と鍵浦、佐々木と宮野のダブル表紙になっております。平野と鍵浦はセンターカラーと付録ゆらゆらスタンドでも登場。コミックジーン3月号は2月15日発売です。コミックの特典の詳細や発売に関しては月刊コミックジーン、そして佐々木と宮野の公式ツイッターをご確認ください。以上、佐々木と宮野情報でした。ささみゃーラジオ。はい、ということで今回のササミアラジオいかがでしたでしょうか。久々にね、2人でレギュラーコーナーをお送りしてきましたけれども、まあソーマはねリモートでの出演になりましたが、はい、どうでした、なんか家ならではのリラックス感みたいなのあった？そうですね、うん、なんかやっぱりその普段まあ、ラジオってこう、うん、じゃあスタートですってこう、うん、収録が始まるとやっぱどこかこうラジオモードというかさ、こうエンターテイメントたるおしゃべりをお届けしようっていう意識が自分は結構あるタイプなんですけど、なんかもしかしたら今日はそのレギュラーコーナーをお送りしてきたんですけど、ちょっと形式としてはイレギュラーだったので、そうだね、より普段よりこうリラックスしてるというか、その盛り上げよう盛り上げようというよりは何でもない感じがお届けできて、それはそれでなんか、うん、このササミアラジオらしいのかななんて思いましたね。素に近いというか、うんうん、ただ本当に今もう俺の脳内はもうカニのことしか考えられないけど、ね、うん、ごめんごめんごめんちょっと頼もうカニ。あ、だそうそう、今カニも宅配で頼める時代だから。そうだよね、うん、いやちょっともう決まったわ、ありがとう。ちょっとじゃあ今晩のおかず、今晩もう今晩今日の今日だったらすごい時代だねそれいや、いけるいけるいけるか。でもあ、いけるよ、それこそねカニ道楽さんとかでもやってるから。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょっとそれはじゃあ調べて、うん、ね、後ほどいただきたいと思いますけど、白井さんどうでしたか？いや僕もそうですね、まあリモートでっていう、ちょっとまあちょっとね、場所自体は離れてましたけれども、なんか始まっちゃったら別になんかそんな全然気にならないというか、いつも通りのササミアラジオだなと思いまして。確かに、うん、でもなんでしょうね、不思議な感じはちょっと あったかな。なんかその面と向かってお互いこう目を見てっていう感じじゃないから、うんうん、なんかそれはちょっと不思議な感じはしたけど、ね、でもなんか、うん、これはこれでね、確かにね、その、まあ、いつもと冒頭でも言いましたけど、うん、いつもとちょっと違うっていうことを逆に楽しんでもらえていたらいいなと思いますかね。そうだね、うん、そういう空気感を皆さんもね感じていただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、番組では引き続きあなたからのメッセージをお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。次回の配信は3月11日の予定です。それではこの辺でまっだねー。